はい、では2番の A メロですね。ここはフロアタムで、8ビートを刻んでいる、いわゆるジャングルビート的な感じになっております。一番最初、ジャンドゥドダンドコドゥタドンダントタっていう風な感じになっております。いつも通り下に PDF 貼っておきますが、必ず書き写すところから、やっていただければなと思います。はい、でちょっとこう反射してますが、こう最初ジャンって書いてます。ジャン、下の PDF も見てください。ジャンドゥドダンドコドゥタドンダントタですね。でカウントいくと、まず1、分かったね。はい、1、E、こうまず1ですね。で E がなくて円だのところで、ダンドコのところが2E、円だになります。で、3拍目が 3E、円で、ダは音がないですね。で、ダントタ、ここが珍しいんですけど、ハイタムの音が聞こえますね。なぜこうしたのかというのはちょっと不明です。フォーイ、エンダになりますね。で、その次、2小節目いきます。はい。ここですね。まず、ワンのところで、あ、ドンドゥドダンドコドゥタドゥンダンドゥンってフレーズなんですけども、ワン、イ、エンダ、2E、エンダ、3E、エンダ、4E、エンダという感じになっています。1小節目でもあったんですけども、ここの部分ですね。フロアタムと足が被ってる場合は、今回はフロアタムを歌わずに足を歌います。っていうのも、今回はこのフロアタムがいつものハイハットシンバルと同じような役割、つまり刺繍音、つなぎ合わせの役割をしているので、何かの音と被った場合は、この刺繍音であるフロアタムを省いて歌います。その方が頭にも入りやすいし、歌いやすいと思います。はい。と思いますか、そうなってます。で、3小節目は2小節目と全く一緒なんで、繰り返しマークを書きます。4小節目のところがこうなっております。ドンドゥドダンドゥタタドドゥドパンドゥンって感じになっています。まずドンドゥドは、まあ毎回出てきたやつで、ワンエンダですね。でツーイエンダでダンドゥタで、タドドゥドはもうスリーイエンダ、すべてになります。で4拍目がフォーイエンダパンドゥンという形になります。ちょっと下ろします。はい、次5小節目ですね。はい、PDF と見ながら照らし合わせてくださいね。5小節目のところが、ジャンドゥドダンドコドゥタドンダンドゥンというフレーズになっているんですけども、ジャンドゥドダンドコドゥタドンダンドゥンっていう感じになってます。はい、で、これは出てきてるんですよね。2小節目と激ムです。最初はクラシックバレーになっただけと。で、その次、ここ、1、2、3、4、5、6小節目ですけども、ドンドゥドダンドコドゥタドンダンドゥン。これももう似たようなフレーズ出てきておりますね。はい。というか、2小節目と一緒です。1E エンダ、2E エンダ、3E エンダ。で、最後は4とエンという感じになります。で、最後の最後でシンコペーションのあのフレーズをします。はい、7小節目にあったところですね。ドンドゥドダンドコドゥタドンダッパーンで、最後シンコペーションします。シンコペーションわからない方は、別でちょっと調べてみてください。生徒さんは僕にご質問ください。ワンエンダですね。で、その次トゥーエンダで、ドゥタドンが 3E エンダ。で、最後が 4E エンダ。ここでピョーンとシンコペーションするんですけども、最後の8小節目のところ、ここがですね、足を踏んでしまってるんですよね。普通は踏まない方がこのシンコペーションの勢いは強調しやすいんですけども、まあ、シンコペーションのフレーズを残しつつも、足で気温ですね。表のグルーブは消さないっていうようなアプローチなのかなと思います。ちょっと意図は、
分かりませんが、ここ足を踏んでらっしゃるような気がしました。ドンタカ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 ですね。はい、最初はなんでワン足踏んでタカ、タカ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 になります。はい、でこのシンコペーションを生かすのであればここの足踏まない方がいいんですけど、その後のダガタ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 というこの四分音区切りのドンタカ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 って頭で落ちていくようなこの回転するようなグルーヴ感を出すためには、もうここからもうバスドラム消しかけておいた方が確かにここのはっきり拍ごとに割れるグルーヴ感は出るかなと思うんですよね。正直この足を踏む踏まないは好みが出るかなと思います。僕だったら結構踏まないかもしれないんですけど、踏んだら踏んだでどしっとかっこいい感じにはなるかなと思いますね。はい、じゃあちょっと叩いていきます。ちょっと揺れます。ちょっと叩いていきますね。まず1小節目、口で歌うと、ダンドゥドダンドコドゥタドンダントタワンツースリーフォー、ダンドゥドダンドコドゥタドンダントタっていう感じです。これカウントするとワンイエンダーツーイエンダースリーエンダーフォーイエンダーワンイエンダーツーイエンダースリーという感じになります。次、2小節目、ドンドゥドダンドコドゥタドンダンドゥンフォー、ドンドゥドダンドコドゥタドンダンドゥン、これカウントするとワイエンダツイエンダシイエンダフォーイエンダって感じになります。次3小節目は2小節目と一緒なので飛ばして、4小節目、ドンドゥドダンドゥタタトドゥドパンドゥン、ドンドゥドダンドゥタタトドゥドパンドゥンってフレーズになります。シイエンダーフォーイエンダーワンイエンダーツイエンダーシイエンダーフォーイ。まあ、正直ここのパンドゥはこっちのクラッシュ使った方がやりやすいと思いますね。いかん、激疲れてる。ちょっとですね、5小節目いきましょう。ジャンドゥドダンドコドゥタドンダンドゥンって感じになります。シフォージャンドゥドダンドコドゥタドゥンダンドゥン、カウントします。シエンダー、フォーイエンダー、ワンイエンダー、ツーイエンダー、スリーイエンダー、フォーイエンダー。だ2小節目じゃないです。5、4、5、6小節目ですね。口で歌うと、ドンドゥドダンドコドゥタドンダンドになります。4、ドンドゥドダンドコドゥタドンダンドゥ。これカウントすると、3、4E エンダー、1E エンダー、2E エンダー、3E エンダー、4E エンダー。で、その次、7小節目ですね。7小節目口で歌うと、ドンドゥドダンドコドゥタドンダッパーンになります。4、ドンドゥドダンドコドゥタドンダッパーンという感じ。で、次、8小節目のところが、ドンタカ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 、これは特にあんまりひねりがないかなと。一応カウントすると3 E エンダー、4 E エンダー、1 E エンダー、2 E エンダー、3 E エンダー、4 E エンダーというような形になります。じゃあ、まずリズムというかドラムを歌いながら叩いてみたいと思います。1ちょっと早いかな。ワン、ツー、スリー、フォー。ジャンドゥドダンドコドゥタドゥンダントタドンドゥドダンドコドゥタドゥンダンドゥンドンドゥドダンド
じゃカウントでもやってみます。 1E and a 2E and a 3E and a 4E and a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  1E感じになります。ちょっと今日はスタジオに、わざわざホワイトボードをですね自転車で抱えて持ってきてやってみたんですが、結論から言うとスタジオは暗い、そして見づらい、次回からは、また部屋で撮っていきたいと思います。あと連続して撮るとあれですね、レッスン10コマ分ぐらいの疲労感がきますね。一気にこれはちょっとちょこちょこ撮らせてください。すいません。そんな感じで、ぼちぼち進めていきます。といっても2番の A まで来たので、引き続き頑張っていきましょう。お疲れ様でした。